皆さんこんばんこばは岡です今日も小さく帰宅しましまたえっと昨日のねトーク動画にちょっとツッコミがあったんだけどあえてそれはあのここで話しません。なんでかっていうとあそこにつっこむんだっていうちょっと俺の予想外のツッコミだったからうん。でそれをここで話すとね他にも気づいた人がいるのかどうかわかんないけど 考えうえず俺の予想としてはめんどくさいことになりそうだからいいやと思ってなんか、うん、あえて聞かなかったことにした方がいいかも,もう一応本人にはあの返答を合わせてよあそこに気づくんだってで他の人も気づいてるんかねっつってえ割とそれって早めに気づいたってったいや多分56回聞かないと分かんないと思います」だからあ「あそう」っつってあの分かりたい人っていうか気づきたい人というかなんか不思議に思った人は56回聞いたらでも俺ね自分で聞いたんだけど あんまりよくわからなかった。あ、言われてみればあーって感じだったんだけど。ほんと言われてみればです。あれ言われなきゃわかんないと思うだから言わないです、うん。わざわざ自分からね、めんどくさいことを起こしていいのかです。で、もし気づいた人がいたら、もう俺にメッセージ送らないんだけど、なんかコメント欄みたいなとこで <laughs>、みんなにこうだったよっていう答え合わせするのは、あんまよろしくないかな。別に悪いことじゃないんだよ。なんか俺が言ってはいけないこと葉言いましたとか、なんか俺が、 とんでもない発言をしましたとかではない。うん。とてつもなくどうでもいいこと。俺にとっちゃ。あそこに気づくんだっていう。ただ俺がそれをわざわざ自分から言うのも違うかなっていう。うん。まあ、そんなこともあるよ。生きてれば人間。うん。なんか失敗したとかじゃない。あの、なんか、あ、あ、そ、そこみたいな。多分今、まあ、でも,もそこに気づいた人がいても、あんま触れてこなかったんじゃないうん。え、でも本当あの、言われちゃば、 そうなのかって。俺、最初で分からなかったの。あの、事実よ、ね、事実だよ。あの、その人が、なんて言うのかな、うーんと、間違ったことを言ってるお母さん、ここ、こうですよねって言って、えそんなことないよではなかったの。えそこに気づくってって。うん。いっていうか、俺の中では、あっ、杖から気をつけますでもないんだけど、別に俺、悪いことしてないからね。だから、ああ、はいはいはい、みたいな。まあ、でも多分そういうことあったんじゃないかな。多分 その人は言わないだけで会った回数を覚えてるのかなんかコアなファンっていうのかなあの逆にアンチだったら変な方向言ってたかもしれないけどコアなファンだからその人はなんか毎回いろんなことを見つけてくるんだよねうんあといい意味でなんか面白いツッコミしてくれたらいいけどそこみたいだねうんでもそこに気づいてくれたっていう意味では俺のトーク動画をよく聞いてるんだなっていうかうんなんか あななるるほほどどっっっってて感感じじたた、うん、でもねあのそれを聞いて俺は、うん、まあいつも通りで終わったし今日もそれに関しては別に気をつけるってことでもないかな、うん、まあそういうこともあるよねぐらいですうん毎回毎回そういうことがあるわけでもないしさ10回に1回そういうことがあったらまあイレギュラーパターンなのかでも取り返そことでもないんだよなっていう、うん、まあ、あまあ話が広がって ひどくなったら対応します。とはいえ、多分誰も気づかないと思うし、そこまで興味を持たないと思うから。で、気づいたとしても、何人気づくかわかんないけど、気づいたとしても、たぶんそんなにね、怒ってならないような気がするんだよな。ただめんどくさいだけ、俺が説明するのかどういうことですかって聞かれて、ああ、これはね、こうこうこうなんだって説明するのがちょこっとめんどくさいかな。で、改めてそれを。 聞かれたりとかなんか確認されるのもちょっと面倒くさいから前にも同じようなことがあったかもしれないからないとはいけないまあ、ちょっとしたミスしてと思ってくればいいよ岡君が気にしないでくださいそれでは今日もありがとうまた明日もよろしく。